全国のの図書館でアンネの日記がが大量に破られる事件がありましたこの時ある政治家は「こんなことをするのは日本人ではない日本人の手口ではない、ね」という形でコメントをしました。犯罪放送の時によく言われるのが「これは日本人のが犯したものではない日本人とは思えない」とかですね「こんな犯罪を犯すのは日本人ではない」という何な もないコメントを出すことが多々あります。で一体わざわざ日本人ではないというふうに言う意味がどこにあるのか、うん、これはいわゆる在日認定の裏返しですねえつまりえ「日本人じゃない」というのは日本人になりすましている在日がやっている犯罪なんだということを言いたいのかもしれません重ねて申し上げますがこれは何の根拠もありません で、犯罪報道の時にこれが使われるだけではなく、そうでない時に使われる時があります。えー、今、日本の心を大切にする党という党名になっていますが、かつて、えー、次世代の党という名前だった、この党に所属していた田も俊夫さんが、昨年のお1月ですね、えー、IS に拉致された後藤健二さんの お母様が何とか助けてほしいということを記者会見しました。で、この会見を見てですね、玉神さんがツイートをしたんです。後藤さんとお母さんの名字が違う。ネットでは在日の方で通名を使っているからだという情報が流れていますが、真偽は不明。マスコミは後藤さんの経歴を調査してほしいというふうにツイートしました。 人の命が関わっているんです。その時に彼が気になったのはこの後藤さんが在日かどうかということだったんですね。これってもう人間としておかしいと思いませんかこれが日本の心なのでしょうかもうちゃんちゃらおかしいとしか言いようがない。むしろそんなことで日本の心というふうに使うのは汚らわしいというしか申し上げられない。残念です。 で、何か自分にとって不都合なことが起きると、すぐにね、こうなんか日本人じゃないとか、社会に害を及ぼすものは外国人だ。これはね、こういう言葉を決して信用してはいけません。現実とは何の関係もないからです。日本のような、いわゆる均質な社会においては、その犯罪の9割5分以上はマジョリティです。いわゆる日本人の犯罪なのです。で、 それをきちんと受け入れずに何かあるとこんなことをするのは日本人じゃないというね。圧倒的少数派の在日コリアンや在日朝鮮人、韓国人、もしくはその他のね、とっても少ない外国人に罪をなすりつける。これはおかしなことではありませんかとても卑怯です。そしてこういうことというのは、 かつて東京都知事だった石原慎太郎さんが言った「東京の犯罪はどんどん凶悪化している誰がやっているのかといえば全部韓国人だ」といったデマと延長線上にあります。こういった言葉による濡れぎぬです。この濡れぎぬによって少数者の人たち外国籍住民の人たちマイノリティは本当にとてつもなく生きづらい社会になっていると言えます。 死ねとか殺せとかといったヘイトスピーチ。それとは別に、この問題もとても大きな社会に対する挑戦である。そんな大きな問題であるというふうに思います。シリーズヘイトとは、新スゴがお届けしました。